キミキス39回目です。なるみちゃん仲良しルート、現在レベル2だったかな。いやー、変化球で来るんですよね、なるみちゃんがね。そうね、前回のあのチョコキッスは特にちょっとびっくりしたんですけども、さあ今日はどこにキスをしちゃおうか。とりあえず、あ、間違えた、1年教室だったり、どっかに多分、あ、放課後家庭科室行ってみよう。話題袋は変えてないんですけども、多分娯楽の話題に行けると思うんだよな。先輩、はい、今先輩です。ちょっとお話してもいいですか。なるみちゃんいきなり会えたんで、もう行きましょう。はい、わーい、わーい、はい。まあ、おそらく仲良しルートのね、なるみちゃんは大人になりたいみたいな、そういう考えとはちょっと違う、スキルととはやっぱりちょっと違ってくるのかなっていう。最近うちのクラスの女子で探検ごっこが流行ってるんですよ。いやいや、小学生じゃない、探検ごっこって。学校って普段行かない場所が結構あるじゃないですか。ああ、そういうところへ行って情報を集めてくるんです。そうなんだ。生徒会室がどうなってるかとか、校長先生のお昼ご飯とか、面白い情報がいっぱい集まってくるんですよ。それはでも今度先輩にも教えてあげます ね、 いいね。教えて、学校も行ってない場所に行くってのはいいと思うけど、探検ごっこっていうのはね、女子高生でそれはごっこ遊びはどうなの。そうなんですか。藤岡弘ごっこみたいなことでしょ。あれで今の外したか、マジか。スポーツ、この辺どうかな。当たった。なるみちゃんってスポーツ選手になりたいって思ったことある？あ、小さい頃は体操選手に憧れてました。へえ、体操選手。でも逆上がりすらできないんじゃ無理ですよね。じゃあなんで憧れたんだよ。何見て憧れたのかな、体操。じゃあその流れで水泳どうかな。あ、ダメか。そうだな、先生。あ、ダメだな、ちょっといまいちでしたね。 はい、じゃあ次行きましょう。次も家庭科室なんで、いるかな。さきのさんが意外とね、家庭科室にいるんですよね。あの子絶対、あ、ほら、さきのさんでしょ。全然家庭科興味ないでしょ、さきのさん。こっちの奥には、四条さんか。まあ、四条さん家庭科室ってイメージはあるけど。うん。昼休みは食堂。行ってみようか。食堂は意外といろんな子がいる。あ、さきのさん。いろんな子がいるし、神風イベントが起きるのが今回食堂ですよね。食堂っていうか中庭？うん。北見さん、ちょっとスルーしちゃおうか。ねえ、神風イベント何をおかずにしてるんだっていう感じの食堂なんですけども、放課後家庭科室、ここマーク出てたんでね。1、2、1、2。何してんだこれ。1、2、1、2。ちょっと怖い、この声は。なるみちゃん何をやっているんだ。家庭科室で掛け声をすることってなんかある？あ、先輩。あ、踏んでんのか、何してんのかと思った。なるみちゃん、やっぱ変化球というか、なんというか。何を踏んづけているの？うどんです。うどんになりたい。うどん、素足で。素足でか。あ、一応ビニールには包んであるのね。まあ、そりゃそうか。うん。いや、なるみちゃんだったら別にビニール必要ないと思うけど。こうやって踏んで、うどんに腰を出すんです。なるほどね、そうなんだ。ちょっとやらせてくれない？いやいや、やめなよ。いいですよ、助かります。なるみちゃんがやるからいいんじゃん、なるみちゃんが踏むからいいんじゃん。俺がやったら台無しだよ。1、2、こんな感じかい。はい、すごく上手です。おお、そっか。でもちゃんと体操服だね。なるみちゃんより体重が重いから。
笑われた。あ、鼻で笑われた。先輩、私のニュー丼作りを手伝ってもらえませんか？ニュー丼作り、うん、はい、私の夢なんです。誰も食べたことのないうどんを作ってうちのお店で出すんです。素晴らしいじゃん。それでいっぱい売れていっぱい支店ができておじいちゃんに楽してもらえたらって。ああ、軍兵か。なるみちゃんって軍兵思いなんだね。もう軍兵っていう名前の響きがすごい、はい、初めて聞いた名前だわ。軍兵っておじいちゃん大好き。でも先輩はもっと好きですよ。別の好きだろそれ。ありがとう。僕でよければ協力したいけど一体何をやればいいのか。私がいろんなうどんを作るので味見してください。あ、そんなことでいいんだ。お安いご用だよ。本当ですか？嬉しいです。先輩と一緒にうどんが作れるなんて。二人だけのニューうどん研究会。はい。なんだそりゃ。私頑張っちゃいます。ニューうどん研究会か。新しいうどん研究。そんなわけでなるみちゃんと一緒にニューうどんを作ることになった。なるみちゃんどんなうどんを食べさせてくれるのか楽しみだ。いや、なるみちゃんがふみふみしてるうどんは相当なお金が取れると思うんだけどね。一部のマニアには大受けだと思うんですが。12日目、金曜日、今日もニューうどん研究会。でもなるみちゃんスキルートの時にね、なんだっけ、文化祭でエビの頭を炙ってなんかやってましたよね。あれはでも普通に美味しそうだな。なるみちゃん結構そのね、変な子って言ったら失礼だ、まあド直球で変な子だとは思うけど、なんだけどでもやっぱうどんに対しては割と真面目というか、うん、エビフライ5本ってこともあったけどさ。あ、いる？うん、エビフライねえ、盛りだくさんはいいと思うよ。先輩、今ちょっといいですか？はい。そういう資金がどっから出てんのかな。なるみちゃんはお小遣いいくらもらってんのかな。さあ世間話から音符を貯めていきたいですからね。うちの学校の特徴といえばやっぱりテラス。そうですね、神風でおなじみのテラス。いつでもみんなとおしゃべりできてとてもいいと思います。そうだね。どの辺、映像とか行ってみるか。娯楽が音符やっぱたまりやすいですね。盛り上がりもせず下がりもせず。面白いアニメがあったんですけど見ましたか？アニメ何？見てないけど。そうなんですか、残念です。とっても面白かったのに。ちょうどでも時期的に春日が流行ってたのって、あれちょっとあれ下がっちゃった。あれ今のマイナスなの？マジか、びっくりした。君キスが2006年、6年だっけ。春日ってそれぐらいだった気がするんだけどな。あれちょっといまいちな上がり方。映像がだからまずいのか。なんで映像2個入ってんだ。スポーツ、なるみちゃんってスポーツ選手になり、あ、同じだね。ちょっと、体操選手になりたかったっていう話をして、先生って良さそうなんだけどな。あ、当たった。ちょっと話題袋ちゃんと変えてこようかな。この間川田先生がなるみちゃんのことを褒めていたよ。本当ですか？なんて。いつも元気いっぱいで羨ましいって。嬉しいです。若さへの嫉妬でしょそれ、先生の。あ、ハートなんだ。あ、そろそろ授業ですね。失礼します、はい、先輩。お疲れっす。今日はもうちょい会えるかな。ちょっと帰り下校を誘いたいっすね。師匠さんか。うん、あれ会えないな、なるみちゃん。食堂の方にはいるかな。パンチ出しててくれててもいいんだよ。
星野さんか、星野さん、星野コーヒーはちょっとスルーしちゃって、あれいないな。放課後家庭科室、ここハテナマークは出てたんだけど、なんかあんのかな。あ、なるみちゃん発見。ちょっと話題袋かな。先輩。うどん、あ、制服、制服って無難な話題でいいんじゃないかな。うちの男子の制服って、はい、普通っていうかそんなに特徴がないですよね。まあそうだね。変わってるところといえば襟のラインぐらい。でもこれぐらいでいいんじゃないかな。それはそうですね。少女漫画みたいになっちゃいますよね。男子の冬服ってどんな感じなのかな、キビナは。あ、部活っていいんじゃない。あ、ダメか、タイミングが悪いな。あ、ダイエット、ダイエットの愛が意外と結構みんなに聞く。なるみちゃんって無理に痩せようとしなくても大丈夫そう。ダイエットをしたことないです。まあしたことない、素晴らしいじゃん。まあ痩せる必要もな、ないですよね。じゃあうどん行ってアタック行こうかな。これ普通にハートになっちゃうかな。うどんを練るのって大変じゃない？頑張ってたね。もう慣れちゃいました。ちゃんと体操服着るんだね。体操服じゃなくても息もするんだけど。その代わり体重を乗せてるので大丈夫です。そっか、頑張ってね。それはね、里中の繁栄につながっていくと思いますよ。売り上げに思いっきり看板に書いておくべきですね。なるみちゃん踏んでますっていうアタック、いきましょう。なるみちゃん、この後一緒に帰ろう。本当ですか、嬉しいです。踏んでくれ。はい、わかりました。うどんのように踏んでくれ。今から楽しみです。先輩、今から。失礼します。もう放課後なんだけどね、家庭部終わるのを待ってますよ。どっか寄り道、どこ行くかな。スキルートの時はどうしたっけ。先輩。はい、なるみちゃん、これから。はい、そうです。ここで会うなんて偶然ですね。偶然ではないけどね。偶然ですねって言われた時にちゃんと、はい、そうだねって聞き流せてあげる心の大きさが必要よね、やっぱりね。先輩、あの腕組んでもいいですか。 あ、でもこれスキルートの時もあったな。これもしかして7にまた見られちゃうやつじゃないの。あえてちょっとダメダメって言ってみようかな。どんな反応するか。ダメだ。スキルートの時は普通に OK しちゃった気がするから。どうしてって、みんな見ているじゃないか。先輩を困らせて。やばい、泣く泣く、また泣きそうだ。ははは、困ってない困ってない。さあ腕組んで歩こう。先輩無理してる。すぐ泣くっていう女の武器をフル活用してるな。先輩この子、ありがとう。ある意味怖いぞこの子ちょっと。ああ本当に組んじゃった。いいのかこんなことをして。なるみちゃんの腕が僕の腕に密着している。なるみちゃんのうどん肌が。あ、お兄ちゃんこれから帰り。また見られた。たまには一緒に帰る。やばい。あ、なるちゃん。なら散々だな、仲良しルート。あ、ななちゃん今帰り。うん、なんかすごい鉢合わせになっちゃった。お兄ちゃん腕組んでる。これはその何でもないんだって。なんで妹相手に言い訳をしているんだ。先輩ひどい、二人は仲良しじゃないですか。ダメだ、もう刺される。もちろんだよ。うーん、腕組んじゃうくらい仲良しなんだ。この謎の修羅場いいな。でもな、すごい目で睨まれている。ナナがナルミちゃんを僕に紹介したんじゃないか。ナナちゃん右腕が
緒に帰ろう。え、あ、そっか、なるちゃん、それナイス。これですごいよね、両手に後輩、片方妹、こんなことになってしまうっていうね。あらあら、レッツゴー。幼すぎない1年生。とほほ、状況悪化、羨ましい限りだよ。こうして3人で腕を組んで帰った。目立ちすぎ。まあ確かにね、まお姉ちゃんに見られたらそれはそれでまたちょっとこう誰に見られてもまずいのかな、誰に刺されるのかっていう、結局刺されるしかないのかっていうね。この悲劇は止められないんじゃないかという、恐ろしいですね。15日目、月曜日です。もう早いうちにアタック決められちゃいそうなんだよな。図書室いねえか、いないか。家庭科室、食堂、あ、放課後家庭科室、行ってみよう。なるみちゃん、あ、しまった、話題袋ね、そうだ、話題袋、話題袋作るっつってたんだ、忘れてた。あ、先輩、今ちょっとなるみちゃん、でもあれ、ゲージいっぱいかな。うん、いいよ。わーい、わーいなんだけど、あー、もういっぱいか。で、しかもちょっとハート4つ、音符4つ、ちょっと減らすか、ここでエッチ振って。いや、もうほんと失礼極まりないセクハラ行為になっちゃうんだけど、エッチ振ってハート減らそう。ポッポー、出発進行。あ、普通に外れちゃった。ちょっとエッチな話なんだけど。そんな話今は困ります。うどんに絡めたとんでもないどしもネタを言っちゃおうよ。思いつかないけどさ。思いついたらついたで問題だと思うけど、ちょっとちょっと微妙だな、減らせるものがない気もする。あ、映像か、映像が、あ、でも普通にスルー、じゃあ次もスルー、3連チャンスルーを狙って1個減らすか。読書、あ、水泳、この段階ではスルーだと思うんで、あれ、当たっちゃった。当たるんかい。プールの消毒槽ってなんであんなに冷たいんだろう。懐かしい、確かに。そうですよね、あれは冷たいな、とシャワーね。あれじゃ入りたくなくなっちゃいますよね。懐かしいっすね。高校の時うちの学校もうプールなかったな。あ、じゃあここで映像行って、あ、ダメだ。あ、読書、あ、ちょっと微妙だったな。しまったな、ハート4つか。減らすようにもやっぱり話題袋を考えてった方がいいな。なんかアクションを入れてった方がいいよな。四条さん、四条さんか。はい、次行っちゃいましょう。食堂、いないかな。あそこに並んでいるのは先生じゃない？あ、先生。先生イベントちょっと飛ばしちゃいますね。これも何回も見てるんで。そう。職員室がタバコ臭いっていうね、話ね。さあ、じゃあ放課後家庭科室。家庭科室からいい匂いが。なるみちゃんの乳うどんかな？作ってる？なるみちゃん、いい匂いが廊下まで漂っているぞ。あ、先輩。いい匂いでしょ。鶏ガラと昆布と鰹節をじっくり煮込んだんです。いろいろ入れすぎじゃない？まるでラーメンだね。あ、やっぱりわかりますか？え、ラーメン作ってんの？お、おお、なんだ。じゃーん、名付けてラーメンうどんです。ラーメンうどん、ラーメンうどんか。
食お願いします先輩。はあ、ラーメンのスープにうどんが入ってるみたいな。シナチックにチャーシュー、煮玉に子にネギ、麺以外は完璧にラーメン。でもジローって、ラーメンジローって結構ラーメンうどんみたいな感じじゃないですか。和風ラーメンが人気あったりするので、1回だけ食べたことあるんですよね。うどんに取り入れてみました。鶏ガラを使う以外は結構麺が太くてうどんみたいだなっていう感想だったんだけど。さ、先輩食べてみてください。ラーメンジロー食った後に黒ウーロン茶3杯飲みましたからねもう腹パンパンで、ズルルルル。これはどうですか。味は悪くないけどうまいぞーわかんねーでもテンション上げていこうか。うまいぞー本当ですか。おかしくなっちゃってる。やったー。お、でもラーメンの味にうどんの麺ってのが違和感。え、そうですか。まあでもそこまで言ったら普通にラーメンで食いたいもんね。美味しいんだけどなんかこうしっくりこない。コクを出すために最後に背脂を散らしたのがまずかったですか。背脂？いや、そういう問題ではなく発想自体が。発想がダメですかいや、最初だしこれぐらい突飛なところから始めた方がいいのかも。そうですよね。自由なアイデアが大事ですよね。そうだね。もっといろいろ考えて美味しいうどんを作ってみせます。ただ突飛なだけではね。まあ応援してるよ、はい、なるみちゃん、ニューうどんがどうなるか。てなわけでラーメンうどんを食べた。ラーメンうどんか、うん、踏んでくれ何でもいいからとにかく踏んでくれ。16日目火曜日、ちょっと話題袋を作り変えてきたんで、ここから全部音符ってのは狙うと難しい気がするんですよね。だからちょっとまず嫌われようっていうところで、嫌だけどね、嫌だけどちょっと嫌われた方が安全だな。まずはハートを減らしていこうかと。1年教室発見。なるみちゃん、さあさあ、なるみちゃん。あー先輩ごめんなさい。あれ今ちょっと、むしろもう嫌われてんじゃねえのか何かを察するように避けられたぞ。マジか、なんで。まあ大丈夫、まだ一日は長い、まだまだ嫌われるチャンスはたくさんあるはずだ。家庭科室、この休みに、なんか無意識に家庭科室に来ちゃってるけど、この時間帯市場さんここにめっちゃいるんだね。食堂。お、あ、これ二見さんだな。二見さんが一人で飯食ってるイベントだな。そっか、そうだな、ちょっと飛ばしちゃいますね。そっか、二見さんにもじゃあラーメンうどんをご馳走しましょうかね。いはい、じゃあ放課後家庭科室みんなかだな。俺は知り合いでか、うん、会えるかな。家庭科室、あれ、家庭科室からいい香りが。なるみちゃんかな、なんか作ってる。なるみちゃん部活頑張って。ん、あ、先生、川田先生どうしてここに。なんでもないのよ、ちょっと立ち寄っただけ飯食ってたんじゃないだろうな先生に肉じゃがの作り方を教えてたんです教えるの、教えるさ、里中さんどうして行っちゃうの。川田先生それはちょっと、え、まずかったですか。肉じゃがの作り方わかんないんですか。まずくはないけど、ほらね、この年で料理ができなくて生徒に教えてもらうなんてちょっと恥ずかしいじゃない。そうね、そういう恥ずかしいね先生マジかい。そういうものなのよ。でもすごいこのできる女風の感じなんだけど、そういうギャップがいいですね。料理苦手なんだ。ふう、参ったな、よりによって男子に知られちゃうなんて
川田先生、ごめんなさい。ううん、いいのよ、気にしないで。うん、先生誰にも言いませんよ。本当？ありがとう。学校中の掲示板に書いてやろう。どうせ教えてもらうなら家庭科の先生に教えてもらった方がいいんじゃ。うん、それがそうでもないのよ。私が教えてもらいたいのは、塩が小さじ1杯とかカップ2分の1とか10分間加熱してとかじゃなくて、料理の楽しさなの。料理の楽しさ。そう、私も教師だからわかるんだけど、教えるとなるとどうしても分量とか手順とかをきっちり教えなきゃってことになるのね。なるほど。でもそれだと教えられる側は間違えちゃダメだってビクビクしちゃって、うんうん、その点里中さんは本当に楽しそうに料理するでしょ。だからその気持ちを分けてもらおうと思って。うーん。褒められてます？褒められてるね。褒めてるわよ。めっちゃ評価されてるじゃない。はい、褒められた。なるほど、料理の楽しさね。それならなるみちゃんは適任。え、料理は成功しても失敗しても楽しいんですよ。ねえ先生、いいことを言うね。ねえ里中さん。仲良さそう。この二人意外といいコンビだな。こんな感じで家庭科室で過ごした。先生に、あ、でもなんかあれ増えちった、ハート増えちったな。そっか、マジか。全然嫌われられなかったわ。嫌われられなかったわ。変な日本語になってるけど。17日目水曜日、今日こそちょっと普通の会話をしたいところなんだけど。あ、市場お嬢様、おはようございます。ごきげうるわしゅ。そうだな、ちょっと川田先生に邪魔されないように。邪魔ではないけど、体育館とか行ってみようかな。体育館でさ、すくみずでいないかなっていう横島の気持ちでさ。はい、まずは1年教室。なるみちゃん、なるみちゃん発見、うん、どうしよっかな。直前に1個あるのが音符なんだよな。あ、先輩、今ちょっといいですか。はい、減らすとなると、そう、微笑んでから手握ってエッチな話しようと思ってたんですよ。絶対これで3つはハート減るだろうなと思ったんだけど、直前が音符か。1、2、3、4、5、音符が5つ、ハートも5つっていう感じなんですね。あ、でもここで世間話いけば音符の方が多くなるから、あれ、音符もっと、あ、ダメだった。音符ってそうなんですか。結構あれだっけ、差がないとダメなんでしたっけ。体育、あ、体育当たった。先輩のクラスって体育は今何をやってるんですか。体育、最近はバスケが多い。そうなんですか、うん、男子のバスケットってかっこいいですよね。あ、バスケは森下さん思い出しますね、はい、だってあんな重いボールを片手でシュートして。お、女の子には無理。いや、そんなことない、森下さんなら、森下さんならきっとなんとかしてくれる。あ、ハートになっちゃった。ハートか。じゃあここはやっぱり微笑んで手握ってエッチな話して下げよう、ハートを。まずは微笑んじゃう。ただこの子の場合むしろ上がっちゃうんじゃねえかなっていう。何ですか先輩。恐れもあるんだよね。にっこり、なるみちゃん、あれ、変な空気になってる。笑いっ子なら負けないですよ。なんだ笑いっ子って。にこかわいい。かわいいけどこれって別に減らないな。あ、音符なんだこれ。じゃあ手握るのも、いや、さすがにボディタッチは、いや、あ、どうなんだ。手握る、思い切って手を。ゲージが結構上がってきちゃったから、ギュッ。
先輩が手をつないでくれるなんて。普通に出れるんだな。あーマジか。なんか普通に盛り上がっちゃってる。でもじゃあここでエッチな話題いけば直前のハートは1個消えるよね、さすがにね。なるみちゃんってエッチな話とか好き？エッチな話なんて私しません。ここは怒るんだよね。ああ、そろそろこれ意外と難しいな。アクション系であんまり下がんないのかな、なるみちゃん。となると勉強か。勉強の話題、勉強とあと深夜アニメ見なかったっていう話題、その辺振っていけば多少は下がるのかな。あれちょっと難しくなってきたぞ。まずいな、どうしよう。で全然会えないな。18日目、木曜日。今日こそがっつり嫌われないとっていう、ちょっと難しい難しい、君キス心なんですが、1年教室かな。はい、もうずっと1年教室にいて3回連続話題が外れると一気になくなるんで、それ狙いってとこでね。あ、いたいた、なるみちゃん。先輩、今日の俺はね、嫌な話たくさんするよ、なるみちゃん。はい、わーい、わーい。その笑顔を保ってられるのもいつまでかな。見てこのエッチ2連ちゃん。エッチ2連ちゃんすごいな。で、体のこととか成績、映像、とりあえずじゃあ体、あー、いきなり体は当たらないと思うんで。当たっちゃったよ。いやでも体の話題あんまりナイーブなとこじゃない。先輩、あ、ほら、いきなりそんなこと言われても。でしょ、ダメでしょ、ダメなやつでしょ俺って。よし、まずは音符が1個下がったんで、この辺のエッチエッチ映像っていう、もう AV の話やんっていう。あ、それか成績、受験、成績とか言ってみようかな。あ、ダメだ。あ、でもダメでいいんだよね。うん、受験。あ、いいよいいよ、いい感じに外れてるよ。自宅学習、あ、いいね、3連続で外れた。あ、うまく話せなくてごめんなさい。いや、こちらこそなんかごめんね、心が痛い。娯楽の話題を何か、でも娯楽の話題でも映像の話はもっと盛り下がるよね。うん、先輩、昨日面白いアニメがあったんですけど見ましたか。この話題、この話題、これ見てねっつう話で、よし。いや、なんかごめん、そろそろ授業ですね。ごめんね、なるみちゃん、本当に。でもこうしないと仲良しルートに進まないからさ。はい、もうちょい会えるかな。あと2つハート落として、あ、いた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 。で、明日から普通に上げていく、音符上げていくっていう感じかな。あ、先輩、はい、じゃあエッチ2連ちゃん、エッチ2連ちゃん行ってみるか。発砲、出発進行。あ、当たった。当たったってことはこれはもう先輩、うん、よし、あ、2つ下がった、ナイス。こっからだな。じゃあここからは普通に上げてってもいいってところだから、委員会の話とか普通にしてみようよ。風紀委員って大変だよね。どうしてですか？クリオさん、朝早く学校に来なきゃいけないし、服装もちゃんとしてなきゃいけない。そっか、でも私って早起きだから風紀委員ならできるかも。うん、風紀が乱れる気がするんだけど。あー、ちょっともうドキドキがやばいんだよな、エッチな話題振っちゃったから。制服、制服とか、お、制服はね、普通に音符だった気がするんだよね。男子の制服普通だっていう話ですよね。うん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 、
ダイエット、いや、どうすっかな、部活、健康、健康行ってみるか。あ、ダメだった。でも今日はこれぐらいで、あ、水泳っていいんじゃない？水泳、水泳の授業の後ってすごく眠くならない？なるね。なります、なります、水泳って全身運動だから、水泳の授業の次の国語はもう寝るよね。あれお昼寝タイムだよね。お、いい感じで音符が上がってきた。そろそろ授業ですね。失礼します、はい、先輩。じゃあちょっと話題袋をまた帰って作り、直さなきゃってところで、よし、じゃあまた明日だな。19日目、金曜日。なんか長くなっちゃってんな。変なとこで時間かかるんだよな。よし、今日こそ。お、星野さん、おはよう。おはよう。今朝は早いのね。なんかでもやっぱ星野さんが一番こう、君キスって感じがするな。やっぱね、メイン、代表キャラですよね。パッケージにもなってるし。じゃあひたすら教室パターンで、はい、今日中にもうアタックできればなーって思うんだけど、どうかな。なるみちゃんに話しかける。さてさて、どうかな。なるみちゃん、先輩、今ちょっといいですか？もちろん、今どころか今日ずっといいよ。まあ普通の話題ですよね。で、微笑むが2個で音符上がってたんで、まあ世間話から入りつつ、世間話、なるみちゃんって休み時間は何をしているんだい？休み時間は教室とか廊下でななちゃんとおしゃべりしてます。もううちの女がお世話になっております。委員会もね、音符だったと思うんですよね。あ、タイミング悪かったか。音楽、あ、ダメ、マジか。微笑もうかな。いや、ショッピング行ってみようか。当たった、ショッピング。毎月必ず買ってるものって何かある？少女漫画雑誌を欠かさず買ってます。あ、漫画好きだもんね。紐で結ばれてて立ち読みできないんだもん。立ち読みするんだ、なるみちゃん。インカ、ダンスってどうなんだろうな。謎だな、この辺の。ダンス行ってみようかな。あ、ダメか、当たんなかったな。は、うん、でも次ぐらいに微笑むをぶっ放しのアタックでいけると思うんだよね。あれ、でもそもそも会えなきゃ意味がない。いてくれ、1年教室に。ちょっともう今週中に決めちゃいたいな。あ、二見さん、二見さんが1年教室にいるの？何してんの？怖い。危ない。なんだなんだ。あ、教室にはなるみちゃんがいた。何してたんだろう、二見さん。あ、先輩、今ちょっといいですか？うん、じゃあにっこり。さあ、なるみちゃん、何ですか？スマイル、にっこ、笑いっこだ、笑いっこ。笑いっこって何なんだろうね。笑いっこなら負けないですよ。にこあざといけど可愛いね。よし、これで全部溜まったんで、あとはちょっとゲージが低いから、制服の話題とかがいいかな。あ、ダメだ。部活の話題、あ、ダメだ。あれ、あれ、ちょっと下がってきちゃった。いい、あ、じゃあ委員会の話題がいいんじゃない。あ、ダメだ。うわー、もうせっかく2個で行ったのに下がっちった。恋愛の話題がいい。じゃあプライベートってどう？プ
プライベートって何の話するのか分かんないんだけど、何か集めてるものってある？集めてるものですか？それならマグカップを集めてます。いや、集めるものなの？それって小さい頃お客さんからペリカンのマグカップをもらったんです。それがすっごく可愛くて、へー、それ以来いろんなマグカップを集めてるんです。そうなんだ。ちょっと変わった趣味。あ、でもここまでか。そうそう、授業ですね。そっか、うん、ちょっとなかなかうまくいかないな。難しいところだな。放課後、うわー、ここで会えるのかな。なるみちゃんいる？教室の方には？あー、いなかった。マジか。じゃあ来週に持ち越しか。あれ、ちょっときつくなってきたな、なんか急に。来週、今レベル2だけど、レベル3に上がったら、その、週末デートのお誘いなんですよね、多分アタックが。で、来週中っていうのがあるから、まあ、うん、大丈夫かな、どうかな。なんか急に追い詰められてきた。ここに来てなんだ、この難易度の高さ。なるみちゃん、ちょろいちょろいと思ってて余裕ぶってちゃいけないね。あ、じゃあ、はい、これで週が変わって月曜日22日目ですね。さあさあ、行きましょう行きましょう。まあ、1年教室放課後だけ家庭室にしておこうかな。じゃあ、はい、なるみちゃん、ここでめっちゃ時間かかっちゃってるから、なるみちゃん、なるみちゃん頼むよ。うん、ファイナルファンタジー7リメイクみたいに11時間超えとかじゃないんだよ。動画1本11時間でなんだよ。あれ、しかもあれ、すいません、失礼します。なんか避けられてる、ちょっと。うん、なんだなんだ、なんかいろいろついて持ってないな今回は。なるみちゃん、あ、でもいてくれた。あ、先輩、今ちょっといいですか？はい、じゃあやっぱ世間話から入って。あ、あ、世間話、あれ。微笑もうかな。ちょっとこれだけゲージ低い間何が当たるか分かんない。微笑んで、ゲージ上げーの、笑い1個しておいて、ニコーニコー、はい、でグイッと上がって委員会、委員会だな。あ、ダメだダメだ、ショッピング。あー、ちょっと、何何、なるみちゃん、マジか。音楽、お、ここは当たんだな。先輩、キビナ温度って知ってますか？知らない。キビナ温度、毎年盆踊りでかかってる。私、盆踊り大好きなんです。今年もおじいちゃんと一緒に踊りました。そうなんだ、キビナ温度。あ、そろそろ授業ですね。先輩。そっか、なるみちゃん、なるみちゃん今回難しいね。これ11時間超えるんじゃない？さあ教室、あ、でも、あ、でもいてくれる、いてくれるなら。そうだな、もっとアクション入れておけばよかったな。制服ダメ？当たんないな。委員会。あ、ちょっと、なるみちゃん、健部、あー、部、いや、ダイエット、あ、ダイエットがいいかな。おお、なるみちゃんって無理に痩せようとしなくても大丈夫っていう女子を敵に回す発言をして、してからの、あ、プライベート、プライベート行ってみるか。マグカップを集めてるっ
ていう話。あ、でもこれでグイッと伸びてもアタックいけるかな。日記ってつけたことある？日記ですか？何度か書こうとしたんですけど、いつも三日坊主で、うん、そうか。あ、これだけ上がってればもういけるね。アタック大変だったな、ここ。なるみちゃんって明るくて楽しくていい子だな。見かけも可愛いし、こんな子が僕を慕ってくれている。先輩、どうしたんですか？私のことじっと見て。そんなに見つめられたら照れちゃいます。なるみちゃんに夢中よ。ごめん、なんでもな。あ、なるみちゃん手が荒れているね。あ、手が荒れてる。最近うちでも学校でもずっと水仕事だから。そっか、ニューうどんを作りたい気持ちはわかるけど、頑張りすぎは良くない。はい、気をつけます。ごめんなさい、心配させて。いえいえ、ほら手をよく見せて。あんまりひどいようなら保健室で薬をもらわなきゃ。うん、いいです。どうしてだい？先輩が、はあ、先輩がシュッてしてくれたら治ります。どういうことだよ。何を言い出したの、また。ごめんなさい、変なことをお願いして。いや、でも手、びっくりしたよ。手だらね。本当にしてくれたら私、うん、なるみちゃん、ナナには指を怪我した時とかしてやったことがあるけど、それももうずいぶん昔の話。いいなあ、ナナちゃん、先輩にチュッてしてもらえて。お兄ちゃんか、私小さい頃からおじいちゃんと二人暮らしだから、そういうのに憧れちゃいます。二人暮らし、あんまり家庭的なところ。そういうことなんだ。ご両親いないんだね。先輩、私にもしてください。なんかなかなか複雑な子だな、この子。手の甲ぐらいならいいのかな。お姫様、じゃあ手を出して。本当ですか？わーい、うん、あ、かわいい。チュッと。あ、でも綺麗なお手手ですね。あー、もう治っちゃいました。こんなに無邪気で明るいかわいい子だけど、そっか、家庭にはいろいろあるんだな。うどん作りあまり無理しないように。はい、それじゃあ先輩、失礼します。またね。おお、でもこれでなんとか、あ、レベル2はクリアかな。レベルアップ。7も踏んでくれ。もうみんなまとめて踏んでくれ。入って入って。いやー、今回は手の甲にキスしましたけど、この流れでいくとどうなっちゃうのかな。どうしたの、お兄ちゃん。うん、はい、仲良しレベル3になりましたね。次回でも、あ、いや、まだ3か、そっか、3、3、4と。もうちょいなるみちゃんルートがね、続いていきますけども、いや、でも本当に無邪気で可愛らしい子ですからね。ニューうどん作り期待しているよ。ごめんね、踏んでくれ。はい、今回はこの辺で。ご視聴いただきましてありがとうございました。